中日0勝10敗。中日、今季甲子園0勝を勝てた9回1点ビハインド。立浪ラスト甲子園クルー。三振。全、はい、ま、え、あ、と、二人。ゴロ。あと一人。三振、負け。中日が阪神に惜敗。同一カード3連敗を喫し、借金は今季ワーストの15。さらに甲子園球場では引き分けを挟んで10連敗で、今季の未勝利が決まった。球団29年ぶり正相手本拠地で年間0勝。0勝1部10敗。立浪甲子園最後が感慨深いな。サッカー見てたけど、また1点しか取れなかったん。恥ずかしくないのが立浪は。借金15は監督解任の合図。ファンダじゃ点取れんの予兆だじゃなきゃな。やっぱり大将に助けてもらうしかないな。立浪野球の集大成みたいな試合してんな、ほんと。もう休養でいいよ、来年も。クソおもろい西武より弱いだろ、これ。ドラフトで二遊間取りまくった結果、山本板山。ライデルがどうなるかわからんからな、大野がこれぐらいの調子から来年は出てくるの前提でようやく先発2人やし、ライデルいなくなると相当きついぞ。甲子園未勝利で終わるって中日球団初。借金15、最多借金更新、谷繁は借金15で解任されました。立浪和義。タッツやめそうな顔はしてるがまだわからんな、これ。そら阪神ファンからしたら中日ありがとうだよな、拍手で迎えるわ。サンテレビ解説陣が怒り気味というか呆れ気味というか、そんな感じで立浪の選手起用に文句言ってたのが全てだな。ネオトリュークで清宮とれんか。